ああ、マイクです、です、です。どうもどうも。最近ですね、ちょっと新しいスマホを手に入れたんで、まあ、ちょっと試しにね、性能、どんなもんかなと思って撮影してるんですけど、どうですかね。ちょっと一応、昔使ってたスマホと、新しく買ったスマホ、今、同時で撮影してるんですけど、ちょっといろいろと、映していってみますか。なんか、姉貴からもらったんですよ。で、最近新しいスマホ買ったんで、古いスマホお前にやるよっつってもらったんですけど、このスマホがね、なんかカメラが今でも最高峰のものを積んでるから、YouTube にいいんじゃないかということでもらったんですよ。まあ古い機種だけどカメラは最高峰だという話なんだけど、稲荷さん、どうですかね、このカメラ。なんかね、画面を見る限り、古い方の機種が発色がいい気がするんだよね。新しい方のはなんかボケちゃってる感じがするんだけど、なんでだろうね、稲荷さんね。 これ液晶の問題なのかな。あ、今ね、インカメラで撮ってるんで、これを今度はアウトカメラに変えてみますか。ちょっとベロベロ舐めないで。ああ、今アウトカメラで動画撮影してるんですけど、稲荷さん。僕的にね、一番気になるのが、この音声がどんな感じで録音されてるかっていう。正直ね、あんまりカメラの映像は、今安いカメラでも結構高性能じゃないですか。一番大事なのはやっぱ音声ですよね。だからスマホで録画すると、まあ、映像はいいんだけども音が悪いから、だから仕方なくその外部マイクをつけるとかいうことがあるんですよ。それがめんどくさかったりするんだけどね。昔ね、去年かな、キャンプに行った時になるべくこうめんどくさいことしたくないと思って、このスマホでキャンプの様子を撮影してたんですよ。スマホだと手軽だし、そのままスマホ内でも編集できるからいいなと思ってやってたんですけども、音があまりにも悪くて、最後視聴者の人にブチ切れられたからね、いい加減音なんとかしてもらえませんかつって、音聞こえないんですけど。で、これはまずいなと思って、まあ GoPro でまた撮影したんですけども、そしたらなんかその苦情がなくなったんで、いや、音がいかに大事かってことだよね。だからカメラは一見良さそうなの積んでるけども、意外とマイクケチってるスマホが多いんですよ。だからこの新しくもらったスマホ、マイクがどうなのかなってのすごい気になるよね。で、仮にマイクが音質良かったらいいんだけども、音質悪かったら、まあ外部マイクなりをまた別途持ち運んで運用しなきゃいけないってなるから、そんなんいちいち持ち運ぶの大変だしね。それやるんだったらもう GoPro を持ち運んだ方がまあ画質もいいだろうしね、使い勝手もいいっていう話になるんですよね。ねえ、稲荷さん。で、まあ、このカメラ、広角レンズを積んでるんですよ。で、今、広角モードで撮ってるんだけども、まあ、これ比較してもらうと分かるんだけども、ほら、広角モードだと、こんだけ写りが違うんですよ。ねえ、全然違うでしょ。で、まあ、アウトカメラのね、広角っていうのは、よくいろんな機種でもう載せるようになったんだけども、インカメラの広角っていうのがまだなかなかないですよね。この新しくもらったスマホもないんで。日常系 Vlog を撮ろうとすると、あ、やっぱりインカメラにも広角レンズが欲しいなと思っちゃいますね。ってなると、あ、やっぱり GoPro かなとかってなっちゃうんですよね。あれはもうインカメラもアウトカメラもないんだけどさ。とりあえずもう広角が広いから、適当に撮っても自分が絵の中に収まってるから、まあ GoPro は便利なんですよね、結構。まあ、そんな感じでちょっと、いろいろ今実験してるんですけど、まあただ実験するのもね、つまんないからこう、お話ししながらっていう感じで、ちょうど雨が降ってますね。で、まあ、ブルーベリーとか今、いい感じに今、雨で滴ってる。ちゃんと水分補給してますね。あ、ちなみにちょっとこの残飯散らかってんのは、あんま見ないでください。カズちゃん菜園。
てかスマホ雨に濡れて大丈夫かな。今広角レンズで撮ってるんだけど、それから今手ブレどうなんですかね。手ブレ、手ブレはちゃんと補正されてんのかな。なんか顔面見た感じそんなに揺れてる感じしないんだけどね。稲荷さん、こうやってさ、ペットと触れ合う時も広角の方がほら引きの絵になるからいいんですよね。これが広角が入ってないとこんなドアップになって、ちょっともうちょっとあれ、無理やりこう自分が引かないと絵に入らないっていうね、そういう問題があるんですよね。稲荷さん、例えば最近ね、あの稲荷が元気なかったんだけど、なんでだろうと思って、まだそんな、ね、8歳だからあの死ぬような年齢でもないのに、なんでだろうと思ったら、その水の位置が今まで床で飲んでたと、これが今までこうやって飲んでたもんだから、もう飲みづらかったみたいで、あんまり水を摂取できなかったんだって。でそれをね、昨日ちょっと高さを出してあげたら、もうガブガブ飲んでね、そしたから元気を取り戻したんですよね。年取るとね、あんまりその柔軟性がなくなるっていうのかな。だからそういうのにいち早く気づいてちょっと改善してあげないとね、どんどん弱ってっちゃうからね。稲荷さん、ほんと今日はこんな元気だけど、昨日マジあれだったからね、もう衰弱がすごかったからね。元気になってよかったですね。お手、ほらこのお手、お手、ほら昨日のお手こんな感じだったもん。お手って言ったらここもう今でも死にそうなおじいさんみたいな感じのお手だったんだけどさ、だってこんな笑顔じゃなかった。笑顔じゃなかった。顔もさ、なんか本当に疲れて辛そうな感じだった。そう、原因が分かんなくてマジでどうしようと思ったんだけど、復活しましたよ。復活の稲荷さん。水と餌をちょっと高さを出してあげたら、まあ元気になりましたという話ですね。はい。で今何やってんのかな、和美さんは。今からあのうちで採れたナス。はい。おナス、和ちゃんの菜園のナスね。ちょっとあんまり肥料あげてなかったからそんなにさ、うん、立派なナスじゃないんだけど。はい。それで。ちょっと作り置きのね、うん、お料理を作ろうかなと思って。おー、いいですね。ナスの南蛮漬けっていうのかな。はいはいはい。あ、漬物。そうそう、漬物っていうかな、うん、漬物っていうの、醤油、砂糖とお酢。あ、お酢だ、足りるかな。あ、足りる足りる、うん、あ、新しいの買ってこようか、今度。そうだね、今度スーパー行った時ついでに買うか、うん、はいはいはい、そんな感じです。今晩の夕飯が楽しみだね。あとなんか話すことあるかな。話すこと？あとそれ今日取れたのがそのオクラ。オクラも取れたらしいぞ今日。1本だけ。うん、最近1日1本ペースで。オクラさ、硬いのかなと思ったら結構柔らかいんだよね。そうそう、このね、この丸オクラっていう種類は。はい。柔らかいんだって、あの角張ったやつあるじゃん。はいはいはい。あれはすぐ硬くなっちゃうんだけど、はい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 、丸オクラっていうのはちょっと成長してもね、ちょっと柔らかく食べれるんだって、うん、はいはい、みんな作ってる人最近。ああ、確かに。あのね、オクラ作るなら絶対丸オクラがいいっすよ。硬くなったオクラってマジでまずいからね。これはある程度成長しても柔らかいって話だから。視聴者さんからあの種を送っていただいた、種を送っていただいて、あ、収穫できるまでに。だからね、いつもダイソーで買ってるあれはあの硬いやつだよな。前のね、前育ててたのは、うん、あれはやっぱり本当にもっとさ短い、本当にちょっと10センチぐらいでも取らないと硬くなっちゃうんだけど、これはこのぐらいでもね、柔らかいからいい、ね、なるほどなるほど。ああ、そういうことだったのね。そうそう、品種って大事だね、うん、ねえ稲荷さん。いやでも稲荷さんが元気になってよかったっすよ。ほんとよかったね、うん、まださ、ご飯とご飯も一応食べられるじゃん。食べられる。おしっこもうんちも、うん、
ちゃんとしてたからさ、うんちも下痢とかじゃなくて普通のうんちだったから、だからとりあえず様子見ようっていうのを思ってたんだけど、まさか水が飲めないから。水が飲めないって一番生命に関わることでしょうねえ、やばかったな。無理しては飲んでたと思うんだよ、本当に喉が渇いたら。うん、だけどほら辛かったんじゃない、飲むとき。ああ、いつもなんかの辛そうな感じ。そっか、じゃ あたくさん飲みたくても飲めなかったわけだ。多分そんな感じがする、わかんないけど、ね、いやいや、すみませんね、気づいてあげられなくて。わかんないけど、でも本当変わったよね、そこに台変えてからさよかったね。これでもしほらご飯もどんどん食べられなくなったりとかさ、うん、なんかおしっこもあんまり出ないとか、うんちがほら、例えば柔らかくなっちゃったとか、うんこが出ないとかだったら、うん、ちょっと病院連れていかなきゃなんないかなと思ったけど、うん、で病院の先生もさ、例えば連れてったとしても、あ、これ水不足ですねとかって分かるもんなの？分かんない。多分謎の病気にかかってるとしか思えないよね。原因がわからないって言って、飼い主がちゃんとお水もあげてるんですって言ったら、もうそこで飲んでるもんだと思われてるね。だからねえ、いや、まあ、だからね、やっぱりあれだよね、ほんとシニアぐらいになり始めたら、うん、先手先手でそういうふうにやっといた方がいいかもしれないよねって。気づいてあげるのが大事だと。今からさ、犬飼ってる人とか、まだ犬が若い家とか、そうね、とかだったら。だって今までそんなさ、ここさ数日じゃん、だって飲めなくなったみたいなね、全く。あ、ということでね、ちょっとカメラのレビューをしてるのか犬のレビューをしてるのか分かんなかったけども、とりあえずちょっと今日のね出来事を収めてみました